どうも大之介です。今回は詐欺師とか政治家とかマスメディアとかが僕たち大衆を操るためによく使う心理操作のテクニックについて紹介していきたいなというふうに思います。でやっぱりあいつらがこういう武器を使ってくるんだって、今こういう武器を使ってきてるなっていうことが分かったら身を守ることができるとか、あこの人の言うこと信用できないなとか、なんだろう、今自分はこういう思い込みによって操作されてるけど一歩引いて考えてみたらこの人が紹介する商品って投資商品っておかしいよね、詐欺っぽいよねとか、この占い師が言ってくる内容って果たして根拠あるのかなとか、騙されにくくなるわけなんですよね。そして大衆扇動とかの知識について理解しておくと、例えば自分の身の回り の職場で自分の企画を通しやすかったりとか、自分の友人とか恋人とかと口喧嘩とかが減ったり、お互いの妥協点とかを探った上でお互いが納得できる、じゃあこういう方法を取ろうかっていう、そんな、なんか最近仕事が忙しくて恋人との時間が取れなかったけど代わりにじゃあ今度の週末は一緒にここに行こうねみたいな風に人間関係とかも円滑になりやすいんですよね。とか皆さんが副業とかなんか SNS でフォロワーを獲得したいっていう時とかも、やっぱ今回紹介するその大衆扇動のテクニックとかっていうのを頭に置いておけば、やっぱ自分の言葉がたくさんの人たちに届きやすくなるわけなんですよね。どうせ何かするなら最大の成果得たいじゃないですか、コスパよくいきたいじゃないですか。どうせブログとかなんか YouTube で情報発信とかするなら少しでも多くの人たちに影響を与えたいですよねっていうふうに、なんか大衆扇動の知識とか心理学とかを学ぶことって自分や自分の大事な人が誰かに騙されるのを守るのに盾にも使えるし、そして自分たちが自分の影響力とか身につけたいっていう自分が攻めたい時の矛にもなるわけなんですよね。ということで心理学について学ぶと自分の人生に一生役立つんですけど、で前回の動画でその半分ぐらい心理テクニックについて紹介しましたと。でちょっとねあんまり長くなりすぎると良くないかなというふうに思って、今回ちょっと前後編に分けて後編をやっていきたいなというふうに思います。で人間の心理として大きなものの一つが一貫性ってやつがあるんですよね。というのも人間は一貫性を保とうとする性質があるわけなんですよ。で身の回りを見てみてくださいよ。やっぱり上っ面だけの人間とか、すぐに周りに合わせて手のひら返しで意見を返す人間とかって信用できないですよね。そう、人間は一貫性を保とうとする性質があるわけなんですけど、というのも人間の脳とか体の構造って狩猟採集をしていた20万年ぐらい前からほとんど変わってないわけなんですよね。だからこそ、その村から弾かれたら生きていけなかったわけなんですよ。で、村で弾かれないためにどうしたらいいのかという戦略の一つが一貫性なわけなんですよね。自分はこういう人間だ、こういう性格だっていうのを貫き通すことによって、やっぱりこの人はこういう人間だっていうふうに信用されやすかったわけなんですよ。身の回りでやっぱメンヘラな人間とか情緒不安定な人間とかって今までと同じように接してても急にブチ切れることとかがあって絡みづらいな、疲れるなって人とかいるじゃないですか。やっぱそういう人って嫌われていくじゃないですか。だからこそ人間は一貫性が重要なわけなんですよね。ただそれを悪用してくる人たちが世の中にたくさんいるわけなんですよ。一度了承したら断りにくいわけなんですよね。だから仕事で疲れてる時に、おっす、なあ今度さ一緒に飲み会行けない、飲みに行かねみたいな風に言われて、ああ分かった行こうかみたいな風に僕たちが疲れてる状況で適当に返事しちゃって、それ飲み会の前日とかに、ああなんで飲み会了承しちゃったんだろう、断りたいけどもう席取っちゃってるしなーっていう風に、もう一度その了承しちゃってるから断れないみたいな状況っていっぱいありますよね。で他にも、そういう飲み会とかならまだ対処の仕様はあるというか、最悪ごめんやっぱ今日無理だっていう風に断ったらいい話なんですけど、そう、なんか自分が欲しくもない投資商品とか不動産の話だったりとか、なんか新興宗教がうちのところに入りませんかだったりとか、として使うテクニックとしてフットインザドアっていうテクニックとかもあるんですよ。足をドアの間に挟むっていう、直訳するとそういう意味なんですけど、小さなお願いの後に大きなお願いをするだったりとか、例えばなんかいろんな本とかに書いてあった実例とかだと、なんかいろんなお家に回って、そのなんかダサいシールを電気に協力してますみたいな、このシールをお家にどっか貼ってもらえませんかみたいな風に言うわけなんですよね。で主婦とかが、あいいですよっていう風に自分の家に貼るわけなんですけど、その3日後とかにもう1回その家を訪れて、すいません、あなたの家の近くのここにでっかい看板を立てさせてもらえませんかっていう風にお願いしたら、シールを貼った人たちっていうのは了承率がなんか格段に上がったみたいな、シールを貼らなかった人たちにと比べて 50% 以上上がったみたいな、そういうような傾向とかもあるわけなんですよね。そう、一度相手の頼みを了承してしまったから、
この看板を立てるっていうのも断れないなっていうふうになっちゃうわけなんですよね。だからこそ、例えばそのキャッシュバックじゃないな、その納得いかなかったら返金していい、返品してもらって構いませんみたいな通販とかあるじゃないですか。これもそう、一度買っちゃったからさすがになんか2年間永久保証みたいな、いつでも返品可能みたいな風に言ってるけど、この掃除機もう買って1年ぐらい使ってて、今更1年経った状態で返品するのってちょっとがめついよな、厚かましいよなっていうとか、めんどくさいよなっていう風に思って、僕たちはなんとなく買ったいらない掃除機をもうなんだろう、返品できないまま家の物置の一部になってしまうみたいなこととかもあるわけなんですよね。で、似たような一貫性を示す心理効果としてサンクコストっていうのがあって、人間はもうここまで費やしてしまったんだから後に引き裂かれないっていうのがあるんですよね。今話してて思ったのが、ワンピースのフィルムレッド、皆さん見ました？ルフィ以外にもう一人映画の主人公であるウタちゃんなんですけど、ウタちゃんは人々を守るために、闇落ちしちゃったわけなんですよね。みんな夢の世界に引きずり込んじゃったわけなんですよね。で、ウタ戻れっていうふうにルフィが言った時に、もう引き返せないっていうふうに言ったわけなんですよね。それと同じなんですよ。もうここまでやっちゃったからもう突き進むしかないっていう風になっちゃうわけなんですよね。いろんな漫画とかでもそういうキャラとかっていますよね。本当はいいやつなのに、ここまで踏み込んでしまったからもうやるしかない、突き進むしかないみたいなね。例えばそのギャンブルとかでもありますよね。めちゃくちゃもうお金使っちゃったからもう今更ここでやめるなんてできない、損切りなんてできないっていうケースだったりとか、そのもうこんだけキャバ嬢にお金を貢いじゃったんだからもうこの子を落とすしかないみたいな風に自分の人生を落としてってるおっさんとかもいますよね。でやっぱり人間ってあんだけ費やしたんだからここでやめたらそれらが全て無駄になってしまうっていうふうに思うとやめられなくなっちゃうっていう、そういう一貫性もあるわけなんですよね。だからこそ投資とかでもそうか、投資とかでも僕が投資詐欺にあったって話いろんな動画とかでお話ししてると思うんですけど、これは損したんじゃなくて騙されたんじゃなくて何か僕たちが誤解してるだけ、理解できてないだけだっていうふうに、とか紹介してくれた人は悪いわけじゃないんだっていうふうに思い込みたかったりとかするわけなんですけど、これも何つったらいいのかな、自分は騙されてないっていうふうに思い込みたいって言っていいのかな。ちょっと自分の話してたらちょっと辛くなってきたんで次いきますね。一旦水飲むんですけど、人間は一貫性を貫きたがるっていう性質があって、だからこそ一度了承してしまったら断りにくくなってるから飲み会とかを断れなくなっているとか、この商品を押し付けられてるけどもう返品できなくなっているとか、一回そのママ友とかでその近所の子供を面倒見てっていうふうに押し付けられてて、一回前例を作ってしまったから2回3回と押し付けられても、なんで前回良かったのに今回ダメなのっていうふうに言われてしまうから断りきれなくて相手の子供の面倒を見ているっていうふうになっちゃったりとかするわけなんですよね。そうやって人の善意につけ込んで無茶な要求とかを押し付けがましいことしてくるやつだとかもいっぱいいるから気をつけましょうって話なんですよね。そして偏方性っていうテクニックもね、これなかなか使っ、こちらが僕たちが使いこなせるようになったら強力だけど、使われたらなすすべもなく僕たちは心を操られてしまうっていうテクニックなんですよね。人間は助けてもらったら、たとえ相手のことが嫌いでも助けてもらったからなっていうふうに 1.5 倍ぐらい何かしらお返ししたくなるっていう性質があるわけなんですよね。でこれは人間が生存するために重要な戦略なわけなんですよ。人間は犬とかと同じように社会的動物なわけなんですよね。群れをなして生きるものだから、悪い噂って一瞬で広がるわけなんですよね。あいつってこっちが何かお礼してあげたのに何も返さなかったぞって、あいつってすごい薄情なやつだよなっていうふうに噂が広まったら村からはみ出されることとかもあるわけなんですよ。今でも田舎とかでもありますよね。閉塞感のあるような中途半端な田舎とかだと、あの人は近所の寄り合いとかにも集会とかも参加しないわよみたいな風にとか、こっちは野菜をこの前恵んであげたのに何もお菓子の菓子折りとかも持ってこないなんてどういう人間なのかしらねみたいな風に、都会から田舎にのんびり快適生活を期待して移住してきた人たちはひいこら言ってるかもしれないですけど、そういう偏方性とかっていうのが世の中にあるわけなんですよね。で有名な偏方性を利用したテクニックとしてドアインザフェイスっていうのがあって、フットインザドアと似たようなテクニックなんですけど、顔にドアとの間に顔を挟むっていうテクニックなんですけど、10万貸してっ
ていうふうに言ったら嫌ですっていうふうになる、ですよね。ただその後、じゃあ100円ちょうだいっていうふうに言われたら、まあ10万円貸すぐらいだと100円だったらあげるよみたいなふうに大きなお願いを断らせて、断らせた罪悪感が残っているうちに、まあなんかあれ断ってしまったからこの小さなお願いぐらいやってやるかみたいなふうに僕たちに思わせるっていうのがドアインザフェイスっていうテクニックなんですよね。でそれをなんか詐欺とか宗教とかなんかビジネスとかでどういうふうに悪用とか利用されてるかっていうと、例えば食べ物の試食品とかね、このウインナー美味しいじゃないって、これ食べてしまったからもう買うしかないわねみたいだったりとか、化粧品 のお試し無料プレゼントとかね、あとなんか情報商材の何万円分無料プレゼントとか何万円分無料プレゼントって、前回の動画でお話ししたどれだっけ、オミッションとかでもね、なんか出てきたんですけど、オミッションって省略するって意味なんですけど、無料何万円分の情報商材をプレゼントみたいな風に言ってても、それお前が何万円で販売してるだけで、中身については図書館で本借りたら簡単に手に入るような情報だろっていうこととかも、何万円分を無料でプレゼントみたいなやつとかいるわけなんですけど、ネット広告とかでそういうのたまに出てくると思うんですけど、それも偏方性が入ってるわけなんですよね。いや、なかなかうまいテクニックですよね。本来なら何万円の情報商材のところを今回は無料であなたに特別にプレゼントしますっていう風に言われたら、え、なんで、なんか悪いな、自分だけそんな特別扱いさせてもらっちゃって、じゃあ話ぐらい聞くかなっていう風になっちゃうわけなんですよね。とかなんか僕は男性20代だからなのかもしれないけど、なんかね脱毛関係の広告とかも結構 YouTube とかで出てくるわけなんですよね。今なら天岐阜6万円プレゼン無料プレゼントしますとか、10円で顔のなんかひげ剃る、脱毛することが、永久脱毛することができますみたいな、そういうような広告とかも流れてくるんですけど、無料で、だったら行ってみようかなっていうふうに、やっぱ人間無料に弱いとか、その手間がかからない損しないっていうものとかに弱かったりとか、これだけプレゼントされたんだったら何か相手のお願い聞いてみようかなっていうふうになるわけなんですよね。っていう風に偏方性って、僕たちがうまく利用すると人間関係を円滑にすることできるけど、逆に言ったら相手に相手が得するように操作されちゃうよっていう、そういう恐れがあるわけなんですよね。で他に実例として、そのカフェの店員がガムとか飴玉とかをウェイトレスさんが僕たちに渡してくれたら、海外とかだとチップの量がめちゃくちゃ増えるだったりとか、他にもお医者さんに診察前に、あ、すいません、これ良かったらっていうふうに飴とかあげると、お医者さんが僕たちのことをより丁寧に見てくれるようになるわけなんですよね。っていうような傾向があったみたいな、影響力の武器っていう本とかにも書いてあったんですけど、そういうような実例とかがあって、やっぱ人間っていうのは何か助けてもらったらお礼をしたくなるという性質があるし、それを悪用されないように気をつけましょうと、その偏方性によって僕たちの判断が歪められてないかっていうのは気をつけましょうって、その話なんですよね。そしてこれもね、日常で確かにあるあるって話なんですけど、権威性っていう性質があって、僕たちの脳にはそういう思い込みがあって、人間は権威に弱いわけなんですよね。例えばお医者さんとか教授とか政治家とかが言ったことは正しいっていうふうに、だって社会的に立場が上とか権力があるんだから、この人が言ってることは正しいに違いないって、だから僕たちは上司の言うことは、上司が言ってるんだから根拠あるんだろうとかっていうふうに、自分が根拠とか調べずに、盲目的に信じてしまったりとかね、とかこの商品のことよく理解してないけど、ファイナンシャルプランナーのこの人が言うんだから、この投資商品は多分有料なのに違いないとか、このお医者自分は医学的知識がないけど、お医者さんが大丈夫っていうふうに言うんだから、この高級美容品は肌にいいはずだっていうふうに思い込んだりとかね、そういうような人間の脳っていうのは楽をしたがる性質があるから、常に省エネを心がけてるわけなんですよね。だからこそこの人が言ってるんだったら信用できるわっていうふうになっちゃうわけなんですよ。けどよく考えてみてくださいよ。その女優が化粧品の CM とか出てるのも、日頃生活習慣に気をつけているから、運動してるから、健康にいいもの食べてるから肌が綺麗になって、肌が綺麗だからこそ長売れたからこそ、その化粧品の CM が出てるの広告塔にさせられてるのであって、その女優がその化粧品を使ったから一瞬で肌が綺麗になりましたってわけじゃないじゃないですか。にもかかわらず、とか女優とかインフルエンサーとかもね、この化粧品とかどのぐらいの期間使ってその肌を手に入れたのかっていうのは僕たちには分からないし、そもそもそのインフルエンサーとか女優とかがその美容品とか化粧品とかに対してどれだけ専門的な知識を持ってるのかなんて、多分ほとんど持ってないでしょ、そんな知識ないでしょって話なんですよね。にもかかわらず、この化粧品がすごいみたいな風に言っても、なんで僕たちは彼ら彼女らの言うことに従ってんのって話なんですよ。これも権威性なわけなんですよね。権力に弱いわけなんですよ。そうじゃなくて、たとえお医者さんが言っていようが、
ファイナンシャルプランナーが言っていようが、インフルエンサーが言っていようが、この人の言ってることってどういう根拠があるんだろうっていうふうに考えないと騙されちゃうよって話なんですよね。だから僕投資詐欺に騙された、投資詐欺にあったって話したと思うんですけど、その僕たち貧乏人は投資について学ぶべきではないとか、そういうのは専門家に任せておけばいいっていうふうに思っていたら、例えばその仮想通貨とか暗号資産とかブロックチェーンとかなんか横文字とか並べられたら分かんねえからあなたにお任せしますっていうふうに言ってたら、中抜きされていたりとか、ポンジスキームっていうその有名な詐欺手法に引っかかっていようが気づけないわけなんですよね。だからこそ、その確かに権威がある人たちは一定数信じていいかもしれないけど、ただ盲目的に信じるのはやめた方がいいよね。だって奴らが騙してるかもしれないんだからって話なんですよね。そして他にも人間の思い込みとか心理効果として社会的証明っていうのがあって、ちょっと難しいような言い方に聞こえるかもしれないけど、要するにみんながやってることイコール正しいというふうに思っちゃうわけなんですよ。特に日本は同調圧力が強くて、その傾向が強いわけなんですけど、例えばどんな商品とかでもその人が言ってることとかでも、この人はフォロワーが何万人いるからとか、 YouTube で何百万回再生されたこの料理の材料の味の素がすごいだったりとか、そういうなんか、スーパーとか行ってそういうポップというか広告とかを見たら、あ、みんなが買ってるんだと、当店の人気ナンバーワンとか言われたら、とかお土産ナンバー、なんか女性に人気のお土産ナンバーワンとか言われたら、旅行先とかでそれ手に取っちゃうじゃないですか。で、人間は生存戦略として集団と同じ行動を取ることによって生き延びてきたわけなんですよね。多数派に所属することでね。ただ現代社会で多数派に所属すること、常識に従うこと、みんながやってることイコール正しいかどうかわからないわけなんですよ。だって変化が激しいんだから。変化が激しいのに変化しない集団の中に所属していると、周りの常識人とか見てみてくださいよ。20代のうちに結婚して家とか車をローンで買って安定した職に就くのが幸せな社会人としての生き方なのよみたいな風に大人に言われて僕たち育ってきたかもしれないけど、周りの常識人たちみんな幸せそうっすか？死んだ顔して仕事行きたくないっていう風に言って社畜としてこき使われて生きてますよね。彼らが幸せそうに見えます？で、その一方で自由に生きてる人たちって、例えばメンタリスト、誰か諸説というか人それぞれ見解があると思いますけど、誰にも忖度せずに好きなことして生きている人として僕の中で思いつくのは、メンタリスト DAIGO さんとか堀江貴文さんとか中田敦彦さんとかキングコングの西野さんとかみたいな風に周りから石を投げられて、なんか非常識だとか変わってるっていう風に言われて何度も何度も炎上してる人たちばかりなんですよね。あと西村博之さんとかね。要するにみんなと違うことをしてるからこそ自由になれてる人たちが世の中に一定数いるわけなんですよ。って考えたら、みんなと同じことをすることが僕たちの理想とする悠々自適な自由な生活とは限らないよねって話なんですよね。で、例えば東日本大震災とかも津波なんて家に来ねえよっていうふうに思ってた人たちは残念ながら津波の被害に遭って逃げられなかったですよね。とか2014年に韓国でセウォル号沈没事件だったの覚えてますか？修学旅行生たちはそのなんか沈みゆく船の中でみんなが逃げないから自分たちも船の船室の中にいていいだろうっていうふうにゲームとかしてたら逃げ遅れてほとんどの若者たちは命を失ってしまったわけなんですよね。とかさっきお話ししたみたいに大抵の日本のその常識として20代で結婚とか子供を産むとか家とか車をローンで買うとか銀行員として勤めるとか公務員とか大企業として勤めるみたいなのとかも全部それ大丈夫なのっていうふうになってきてるじゃないですか。そもそも結婚が幸せになるかどうかっていうのは科学的に別に性格が良かったら独身だろうが別に人間関係充実して暮らせるよっていう幸福度とかも別に変わらないよっていうこととかも明らかになってるし、昔だったら僕たちの親世代より上だったら結婚してないと入れないそのコミュニティとかがあったから結婚することって重要だったけど、多様化した現代社会において結婚することって本当に重要なのっていうこととかもあるわけなんですよね。みたいな風に自分の頭で考えず人に流されてばかりいると、これって誰のために生きてるのって、家族を養うため 家や車のローンが残ってるから行きたくない職場に行かなきゃいけない、自分のために全く生きてない、休日も家族サービスで潰れる、ああ不幸だっていう風になっちゃっても、それあなたが選択したんでしょっていう風になるわけなんですよね。そうならないためにも日頃から周りの言うことに流されないようにしようって話なんですけど、ただ僕たちはみんながやってることイコール正しいっていう風に思い込んじゃう性質があるわけなんですよね。それに気をつけましょうと。例えばあと食べログとか Amazon の商品レビューとかも星がたくさんついてたら、あ、みんなが星つけてるからこれ正しいっていう風に思い込みがちですよね。俺もこれ結構あるからね、気をつけなきゃっていう風に思うんですけど、正直食べログとか Amazon の商品レビューってもう下のわからないバカだったりとか、僕みたいにね料理について全然詳しくなかったりとか、その商品について専門家じゃないやつが好きかって言えるわけなんですよね。桜だっているわけなんですよ。例えば普段マックとか吉野家とかしか食べてないような
まあ、味のその味覚を鋭敏に研ぎ澄ましてないような人間がの100人が欲し続けるよりも、なんかあのプロのその道10年の、 あの料理人が、いやここの料理マジでうまかったよっていう風に言うレビューの方が圧倒的に価値が高いじゃないですか。けど食べログとかっていうのはそういうのが反映されてないわけなんですよね。そして僕たちはあのなんだろうな、そういうのにも気づけないわけなんですよね。まあ今の日本のあのなんか民主主義が終わりつつあるっていうのもその一つですよね。民主主義っていうのは過半数が、まあ、頭悪くなっちゃったらバカになっちゃったら成り立たないわけなんですけど、一人の医者より19人のバカの言うことの方があの優先されてしまうから、だからこそそのまともな判断もできなくなって免許を返納しなきゃいけなくなったようなお年寄りたちの意見が優先されて、日本はどんどん少子高齢化でテクノロジーもどんどん発展していかないし、そのドローンだったりとか自動運転とかいろんなものを規制しまくって日本はどんどん落ちぶれてってるじゃないですか、みたいな風に、まあなんか多数決の参加する人たちの半数以上がアホになってしまったら、あのその多数決ってもう意味ねえよなっていう風に思うわけなんですけど、僕個人としてはね、ちょっと話それてるかもしれないけど、その風に大勢の人たちが言ってることイコール正しいとは限らないっていうことを覚えておきましょうねっていうお話でした。でその次は人間の思い込みとか集団心理として希少性っていうのがあるんですよね。これはまあレアものに対しては価値を高く見積もってしまうわけなんですよ。例えば期間限定とか数量限定とか当店限定とかね、とか通販とかでも30分限定でオペレーターを増やして対応していますとか、そのクーポンは何日あのいつからいつまでの期間限定で使えますだったりとか、そういうふうにその希少性のある、その他に変わりがないものイコール手にしておけば自分の価値が高まるというふうに僕たちは思い込みがちなんですよね。だから自分に自信のない人ほどブランド品で身を包んだりとかしがちなわけなんですけど、で逆に言ったら期間限定とか数量限定っていうふうに言われたらこれ全部買いたくなっちゃうとか、あの売り切れないうちに手に入れたくなっちゃうわけなんですよね。そもそもあなたはそのスイーツそこまでして欲しいんですかとか、その商品そこまでして欲しいんですかっていうふうに言われたら、そうでもないけどなんかみんなが欲しがってるんだから欲しいっていうふうに思っちゃうわけなんですよね。そうやって無駄遣いしないように気をつけましょうって話なんですけど、あとは類似性っていう性質があって、類似性というと人間は自分と似たような人のことを好きになる性質があるんですよね。まあ、当然全く自分と共通点がない人のことを信用して群れに入れてしまうと後ろから刺されている可能性だってあるわけなんですよ。だから僕たちは少しでも自分と共通点のある人のことを好きになりがちだし、だからこそ自分と違う異分子を排除したがる、差別したがるように進化してきたわけなんですよ。前回の動画とかでも、インアウトマニピュレーションというテクニックを使ってくる、あのマスメディアとか使ってくるって話したと思うんですけど、人間を分断したがるわけなんですよね。若者と老人とか、男と女とか、貧乏人と金持ちとか、日本人と外国人みたいな風にね。これもやっぱり分断を起こすことによってその内側の方で結束をより高めるというのがやっぱその人間の性質なわけなんですよ。だからこそ、あ出身地、あのうちも、あの僕も関西の方なんですよとか、あの僕もこういう趣味あるんですよっていうふうに相手に言われたりとか、相手と名前が似てたら僕たちは勝手に相手のことを、相手にあこの人も自分と同じに同じあの共通点があるんだっていうふうに思っちゃうわけなんですよ。だから僕たちは悪用するのであれば、あの相手との共通点を探って、その共通点について深掘りしていったりとか、共通の感情、あのゲーム好きなんですか、俺もこれ昔よくやってて、例えば遊戯王とか、あのこのカードとか強かったっすよねとかで盛り上がったら相手と仲良くなれるわけなんですよね。で逆に言ったら、大して仲良くないやつでも詐欺師とか宗教、あの、まあ、信仰宗教とか占い師とかが僕たちの類似性とかを発揮してきたら勝手にその人を信用しちゃうわけなんですよね。で YouTube の怪しい情報商材 の CM とかでも、あのなんかすごいきらびやかな生活を見せて、なんか副業で毎月副収入10万円20万円とかいうCM とかでも、もともとそんなこと豪勢な生活をしているけど僕は借金の滞納者で、あのうだつの上がらない組の回らないような生活をしていました、僕もあなたと同じ、あの、まあ、なんか社会の底辺として暮らしていましたみたいなふうに言ったら、え僕も私もひょっとしてあなたこの人と同じ状況だけど、この人みたいに金持ちになったりとかできるのみたいな風に、あの特に情報弱者とか物事を深く考えられない人は騙されちゃうわけなんですよね。だから人と仲良くなるためには、あまあなんだろうね、自分が使ったら最強の武器になるし、相手に使われたらあの簡単に相手を信用してしまう、あのとんでもない恐ろしいあの能力というか性質なわけなんですよね。だから自分が人と仲良くなるためには共通点を探しましょうと。で逆に相手のことを信用してないんだったら、相手が類似点とかを探ってきたとしても部活には自分の情報を話さないようにしましょうって話なんですよね。会話術とか人間関係の動画とかでも、テクニックの解説した動画とかでも、あの何て言ったらいいのかな、
相手のプライベートな情報をたくさん引き出すと相手と仲良くなれるっていうことをした話したの覚えてますか？あ、ちょっと今後ろでお米が炊けたんですけど関係ないね。そう、なんつったらいいのかな、人間は自分に興味を持ってくれている人とか自分の情報をたくさん明かした人のことを好きになる性質があるわけなんですよね。こんだけプライベートな情報を相手に話すということは自分は相手のことを信用しているに違いない、信用にたるに信用をしていい存在に違いないっていうふうに僕たちの脳を錯覚しちゃうから、だから気になる人がいるとかこの人と仲良くなりたいっていうふうに思うんだったら自慢話とかをするんじゃなくて相手に対して深く質問するっていうのが重要なんだよってお話したと思うんですけど、その逆もしかりで、相手にたくさん質問させられるとかプライベートの情報を引き出されたりとか、あ、私も同じなんですよっていうふうに言われたりとかすると僕たちは相手のことを盲目的に信じちゃうわけなんですよね。だからなんか芸能人とかがそのメンタル病んで占い師とかに引っかかっちゃうとかもやっぱりこういう類似性とかをうまく使われているケースなわけなんですよね。怖いですよね。で、あともうちょっとだけその僕たちを騙してくる奴らの心理テクニック残ってます。あともうちょっとだけ頑張りましょう。で、アナロジーっていうテクニックとかもあるんですよね。アナロジーって直訳すると例え話って意味なんですけど、人間は例え話を使われるとなんとなく理解した気になってしまうわけなんですよね。本当は理解してなくてもね。だから勝手に相手の言われることに押されてしまうとか説得されてしまう傾向があるわけなんですよ。だから、あ、例え話ってこういうのがあるんだけど、その例え話の根拠ってなんだろうっていうふうに一歩引いて時間を置いて考える癖をつけましょうって話なんですよね。例えば投資において、投資って僕たち貧乏人からしたらなんか難しくてよくわかんないですよね。ただ投資っていうのは雪玉を作るようなものであって、早めに転がし始めたらその分早く雪玉は大きくなりますよって。だから早く投資を始めなきゃいけません。さあ私にお金を預けてくれたら毎月 10% お金をの収益が増えますと。だから10ヶ月経てば元が取れますよって。で、早く始めたらその分早く投資の収益が手に入りますよ、なぜあなたは始めないんですかみたいなふうに言われたら、これって早く始めた方が得じゃんっていう風になっちゃうわけなんですよね。投資の説明はこれ間違いじゃなくて合ってるんですけど、ただ毎月 10% も投資の利回りがあるっていう案件はほぼ詐欺だから気をつけましょうって話、ほぼ詐欺とか 100% 詐欺だからとか、僕は詐欺られたから気をつけましょうって話なんですけど、僕たちは何も知らない分野に対してうまく説明できる人たちとか例え話が上手い人たちに頭がいいなって、この人を信頼できるなっていう風に思い込みがちだけど、ただ自分の頭で考えることをやめてはいけないよっていうことがアナロジーというテクニックというか現象なんですよね。そしてあと2つですね、ラベリングっていうその人間の思い込みとか性質とかもあって、バイアスっていうのもあって、人間はね、やっぱね、自己正当化が大好きなんですよ。自分が正しいっていうふうに思い込みがちなんですよ。僕だってそうですよ。僕だって自分が正しいというふうに思い込みたいですよ。誰だってお前の人生は間違ってるっていうふうに言われたら、いやそんなことないっていうふうに反抗しがちじゃないですか。お年寄りたちが頑固なのはお前らの人生はなんか今はテクノロジーとかも発達してスマホとか使うのが当たり前なんだから、時代に対応しろよって、お前らの生きてきた人生って無駄なんだよっていうふうに言われたら誰だって嫌じゃないですか。僕たちがお年寄りになった時に、ああなんかお前らがスマホ触ってるけど今はノウハウを直接読み取ってなんか車を呼べたりとか、どこでもドアとかあるから瞬間移動とかできるし、なんか食いたいものとかも自分の脳内でアレクサとか AI とかに呼びかけたら食べ物とかを目の前に運んでくれるような時代になってきてるから、お前らのそのスマホを使うテクニックとかって全く役に立たないんだぜっていう風に未来人とかに言われたら、お前の人生無駄だったんだぜって、お前が今まで積み上げてきた仕事とかってキャリアとかって無駄なんだぜっていう風に言われたら、はふざけんなって、昔にもいいとこあるわっていう風に言いたくなりますよねみたいな風に、やっぱ僕たちはね、自己正当化したくなるんですよ。で、特に能力が低くてプライドが高い人ほど自己正当化しがちなわけなんですけど、そんな話はさておいて、逆に言うと詐欺師とかマスメディアとかがあなたは正しいです、あいつらは間違ってるみたいな風に分断を促してきたら、そうだそうだっていう風に僕たちはいいダクダクに従いやすくなるわけなんですよね。例えば政治家とか大統領とかに対してあいつはバカなんだって、なんかこういう風に税金を無駄遣いしているとか、あいつは極悪人だ、人々からお金を巻き上げて搾取しているっていうふうに言われて、あなたは一生懸命頑張ってお金を稼いでいるのに、その税金をその血税をあいつらはこういうふうに悪用してるんだぜ、どう思うみたいなふうに言ってきたら、そうだそうだ、この人は俺たちの怒りの代弁者だっていうふうに信用してしまいません？で、いろんなスピーチとかでも科学的に明らかになってるんですけど、スピーチの最初とか最後とかで私はこの世の中を変えたい、あいつら許せないみたいな風に怒りをあらわにしていると、この人は勇気がある人だっていう風に、この人は説得でき、この人はなんか信頼できる人なんだっていう風に僕たちは説得されがちな傾向があるわけなんですよね。だからもちろん、なんつったらいいのかな、
相手が言ってることって、あのなんだラ、あのこの人が言ってることってラベリングを使って、その対抗馬とか他の人たち、ライバルたちを蹴落とす、あのあいつは極悪人だ、あいつは卑怯な人間だ、あいつはバカだみたいな風に言ってラベリングをして、あの都合よく情報操作してるんじゃないのかっていうのを一歩引いて考える癖が必要なわけなんですよね。で、僕たちの身の回りでどういうものがあるのかっていうと、これ政治家だけじゃなくて身の回りでやっぱりその残念な大人とかってすぐに感情的になるじゃないですか。で、あのなんか情報操作とか、あのカバードアグレッションで前回の動画でとかでもちらっと言ったと思うんですけど、これって言っちゃダメな情報だった、ごめんうっかりみんなの前で言っちゃったっていうふうに、お前それ絶対分かってて言っただろみたいな人とかいるじゃないですか。性格悪いやつとかね、そういう人とかもこそっと、あの人ってこういう傾向あるから気をつけてみたいなふうに、あの人があのあなたの悪口言ってたよみたいなふうに人を攪乱させるのが大好きなやつとかは、あの人ってこういう詐欺師な傾向とかあるから気をつけてねみたいなことを言ってくるわけなんですよね。そうやって僕たちはそのなんか一度たとえ嘘だろうが植え付けられた印象ってなんかあの後から覆すのってめちゃくちゃ難しいわけなんですよね。そうやってこっそり僕たちの人間関係をかき乱そうとしてくるやつらとかいっぱいいるわけなんですよ。で、僕の身の回りで誰がいたかっていうと、例えば一個思いついたのが、職場でもう定年退職したおじいちゃんなんですけど、なんか職場の組合とかに僕入ったんですよね。まあ、それは別にいいんですけど、組合のいろんな他の組織の組合とかとのなんかボーリング大会とかそういうなんかイベントがあるみたい で僕断ったらよかったんですけど、社会人になりたてでその断る力とかもあんまり身についてなくて、あのそういうのに参加してしまったんですよね。で、たまたまなんかビンゴかなんかであの掃除機が当たりましたと、あんまあの欲しくもなかったけど上等な掃除機が当たりましたと。で、それからなんかこういうのあの組合とかがあるからそういうイベントにも参加しましょうみたいな、そのおじいちゃんからメールとか来るんですけど、職場の組合に参加してる人たちに対してね。で、食い逃げが良くないので次も参加しましょうみたいなのが全員に送られてるわけなんですよね。なんかそのなんつったらいいのかな、俺はたまたまその組合のイベントに参加して、たまたま当たったわけなんですよ。で、もちろん組合費とかも払ってるしね。だからもらうのは当然の権利なのに、そのなんか景品だけもらって他の組合には参加、他のイベントには参加しないなんて卑怯だよねみたいな風に、俺がさも悪者かのように扱って、みんなの前、みんなのいろんな人たちがいる不特定多数がいるところ あのメールに一斉送信してるところとか、あ、この自治めちゃくちゃ性格悪いなっていう風に思ったんですよね。で、あの案の定いろいろ雑談しててもなんかマウントだったりとか、なんでこれを知らないんだみたいな風にヒヒヒみたいな風に笑いながら机バーンっていう風に叩いたりとか、なんかこいつ怖っていう風に思ってたんですけど、やっぱなんかところどころこいつこれぐらい常識やでみたいな風になんか言ってきてて、あのなんかこいつ変だなって、こいつなんか面倒だなっていう風に思ってたんですけど、やっぱそうだったなって、やっぱ化けの皮剥がれたなっていう風に思ったあの出来事をちょっと今思い出したんですけど、彼もやっぱその食い逃げが良くないので、なんか次のイベントにも参加しましょうみたいな風に、その俺のことを食い逃げ犯っていう風にラベリングしてきたんですよねみたいな風に情報操作とかしてきて、僕たちの人間関係をかき乱そうとしてくるとか、僕たちにネガティブな感情を与えてくるやつらとかいっぱいいるから、こういうテクニックには気をつけましょうって話なんですよね。やっぱり毒親とか、そのなんかさっきのカバードアグレッションとか、その人恥の感情とか、そのなんかネガティブな感情とかでコントロールしてくるやつだっていっぱいいるんですよね。あいつらに生殺与奪の権利を委ねるのやめましょう、そういうやつらとは距離を置きましょうって話なんですよね。そして最後の大衆扇動の心理テクニックとして、あの損失回避の傾向があるわけなんですよ。っていうのも僕たちは損をしたくないわけなんですよね。投資とかでも損するの怖いっていうふうになるじゃないですか。ポジティブよりもネガティブに反応しやすいわけなんですよ。科学的にもポジティブな情報よりもネガティブに6倍反応しやすい、記憶に残りやすいっていうことが明らかになってるんですよね。だから例えば夫婦とかで、そのなんかあのなんか旦那さんが奥さんに悪いことしましたっていうふうに、というか嫌な思い出を出してしまいましたっていうふうになったら、例えば6倍なんか6回その6回ご飯に連れてったりとか旅行に連れてったりとかしないと、そのネガティブな記憶っていうのはトントンにならないよっていう話なんですよね。っていうのも人間はポジティブよりもネガティブなものを記憶に残しておかないと生き残れなかったわけなんですよね。ジャングルとかでサーベルタイガーにうっかり襲われて命からがら逃げ出しましたと、方法の手で、でその記憶を忘れてまた同じジャングルに入っていったら、今度こそ食われて殺されてしまうかもしれないですよ。だから人間はあそこに美味しそうな木の実がなってたぜっていう記憶よりも、この森にはサーベルタイガーがいるっていうこととかを覚えておかないと生き残れなかったわけなんですよ。だから僕たち人間はネガティブに反応しやすいし、ネガティブがあの他人に伝播しやすい、感染しやすいわけなんですよね。だからネガティブな情報で、そのあなたこのままあの将来生活していけますか、将来の資産形成不安じゃないですかとかで、恐怖で僕たちの感情とか理性とか思考とかがコントロールされちゃうよっていう
話なんですよね。で、占いとか宗教とかマスメディアとかこの恐怖を操るのが、ね、非常にうまいというか、毎回使ってくるわけなんですよ。特に宗教っていうのは恐怖と救いをセットで使ってくるわけなんですよね。終末論とかね、何年に世界が終わると。だから人々よ、自国に行きたくなければ、なんかお金を払えというか、お金を神への忠誠を示したまえみたいな、だからお金を払いたまえみたいな、そういうこととか使ってくるわけなんですよね。で、宗教とかも仲間を増やすときは、そうなんだろう、ここでコミュニティ増やしませんかとか、その神の恩恵を受けてみませんかみたいな風にメリットを提示するわけなんですよね。神のメリットを受け享受することによって、恩寵を受けることによって、こんなに人生が豊かになりますよって、仲間が手に入ったりとか、充実した生活だったりとか、お金が手に入ったりとか、いろいろありますよって、だから入会しませんかって。で、辞めるときには引き止めるときには、そのままうちの門徒から門戸から離れたら神からの裁きが下されますよって、地獄に落ちますよっていうふうに言われたら、じゃあ辞める、脱退しようと思ったけど辞めようかなって、やっぱり言おうかなっていうふうになっちゃうわけなんですよね。とか、さっきお話したように絶対損をしない投資とかね、絶対損をしない投資なんてないし、例えば日本円ですら10年前と比べて、その物価が上がって、円安で物価が上がって、買えるものとか、同じ100万円でも10年前の100万円と今の100万円だったら買えるものって少なくなってるじゃないですか。家とかも高くなってるしね。っていうふうに、日本円ですら価値なんて保証できてないのに、損をしない投資なんてあるはずないですよね。けど僕たちは、投資だけど損をしないの、じゃあちょっとやってみようかなっていうふうに騙されちゃうわけなんですよね。とか、さっきお話ししたみたいに、なんかワンルームマンションの投資だったりとか、あとは駐車場のオーナーだったりとか、不動産のオーナーだったりとか、なんかね、将来の資産形成のためにこういうことをやっておきませんかっていうふうに、なんか、あなたは何もしなくていいんです。何もしなくても毎月5万円の副収入が手に入るんだったらいいと思いません？頭金は500万円ぐらい必要なんですけど、みたいな風に言ってくるやつらとかいるわけなんですよね。何もしなくてもお金が手に入る、そんなうまいシステムがあるんだったら、なんであなたは自分でやらないんですかって話なんですけど、そういう営業マンの方々にぜひそういう質問投げかけていただきたいんですけど、僕たちは損をするのが怖いから、ちょっと一旦水飲むんですけど、損をするのが怖いから、失敗するのが怖いから、新しいことに挑戦できてないですよね。これも、今回の動画で紹介した社会的証明、集団と同じ行動を取りたいっていう心理と、そして損をしたくない、挑戦して失敗してみんなに笑われるという損をしたくないから現状維持に甘んじるみたいな、そういう心理とかをが合わさって、僕たちは何も行動しないということを選択してしまっているわけなんですけど、そしてさらに何も行動しなかったら、やっぱり一生貧困社畜のままじゃないですか。で、そんな僕たちのなけなしの貯金を狙っている詐欺師とかが、あなた将来不安じゃないですか、このままだとお先真っ暗ですよと、だから将来に対しての備えをしておきませんか、例えばうちのお金を預けてくれたら毎月 10% の、お金を返します、配当というか利回りが出ますと、だから100万円預けてくれたら毎月10万円お返ししますと、発生しますと、お返ししますというか収益が発生しますと、だから10ヶ月経てば元が取れます、だから必ず損をしません、むしろあなたの不労所得が手に入るんです、これっていい案件だと思いませんか、みたいな風に騙されてしまうわけなんですよね。っていう風に、僕たちはネガティブにとらわれやすいということ、損をしたくないという傾向があるということ、それによって思考能力が大幅に低下してしまうということを覚えておきましょうというお話だったんですけど、いかがでしたでしょうか。いやー、ちょっと前編と後編に分かれてお話ししたんですけど、もう本当人間の本能ってさ、愚かっすよね。僕も、てか僕たち、僕ですらも、僕ですらもって日本語化しない、僕ももちろん今回紹介した内容の思い込みとかに、まあ 2,3 ヶ月に1回チェックしないとハマってたりとかするんですよね。あ、傲慢になってたなとか、あ、自分今そのなんか一般化、そのなんだろうな、いろんなビジネスの話とか、そのなんか引っ越し業者だったりとか営業の話人とかとちょっと会話して、その携帯の機種を変える時とかもなんか気をつけようというふうに思ってても、相手とちょっと雑談とかしたら、俺人のことすぐ好きになっちゃうんですよね。あ、いかんいかん、さっきの類似性にハマってたわとかなんかね、僕もね、すぐ思い込みにとらわれてしまうから、だからこそ一緒に勉強して自分や自分の大事な人たちが詐欺とかの被害に遭わないように気をつけましょうということをお伝えしたかったです。いやー、いきなり全部を身につけて実践することって無理だと思うので、ぜひ皆さんも例えば数ヶ月に1回僕の動画を聞き流してもらうとかでもいいので、人間はこういう性質があるんだなということを頭の片隅に入れといてもらえればなっていうふうに思います。皆さんの中で特に印象に残った心理効果とかテクニックとかってありますか？僕はね、何かな、どれも結構怖いなっていうふうに思うんですけど、やっぱ単純接触効果は自分でも使い勝手がいいからいいなっていうふうに思いましたね。
まあ、あの皆さんの、あのこういうふうに実践で人と仲良くなるために使っていますとか、自分はこの前引っ越し業者にこういうふうにぼったくられそうに、こういう心理効果でぼったくられそうになりました、一貫性でそのなんか書類に対して印鑑をしちゃったから、印鑑をしそうになったから、あのなんかお金払えそうになったけどそこはぐっと我慢しましたとか、皆さんの体験談とかもぜひコメント欄で教えていただければなっていうふうに思います。ということで今回は以上、最後まで聞いていただきありがとうございました。バイバイ。